共産党の畔上美和子都議会議員よりお訴えをいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました私東京都議会議員畔上美和子でございます。皆さん、私はこのコロナ禍の下で業者の皆さんの声や町の皆さんの声たくさん聞いて歩いてまいりました。先日ある業者の方がこうおっしゃったんです。みんなずっと我慢してるんだ、先の見えないこの不安の中で本当に商売を続けることができるかどうか、今不安で本当に仕方がないけれども、しかし国や東京都が医療を一生懸命支えてくれているんだったらまだ我慢する、ワクチンや検査で頑張っているんだったら納得もできる、だけどコロナ対策は国も東京とも本当に中途半端じゃないか、そればかりかオリンピックばかりに固執をしている、これでまた感染が広がってしまったら一体誰が責任取ってくれるんだ、こういうお話でしたが、これは私多くの皆さんの思いじゃないか、そういうふうに受け止めました。皆さん、今政治が東京都と国が一番やらなきゃいけないこと、これは感染を何としても抑え込む、そして次の感染の波は絶対に起こしちゃならないと頑張ることじゃないでしょうか。私はやるべきことはもうはっきりとしていると思います。ワクチンの接種、昨日もタクシーの運転手さん言ってました。オリンピックで動員されるけどワクチン接種は全然見通しないんだ、本当に働き盛りの皆さんも早くワクチンを打ちたい、こういう声寄せられています。皆さんが安全に迅速にワクチン接種できるように東京都が自治体任せにしないで頑張ることが求められているのではないでしょうか。私はそのためにも全力で頑張ります。そしてまた先ほど畑野さんからもお話しあったように、江東区で先日保育園で感染のクラスターが発生してしまいました。本当に検査が今ほど大事な時はありません。私は検査をしっかりとやって感染のを防いでいく、そのために PCR 検査の抜本的な拡充を図るためにも引き続き全力を挙げて取り組みたいと思います。検査を拡充させていこうではありませんか。皆さん、そして商売もまた都民の皆さんも本当に自粛に次ぐ自粛で大変なご苦労をされています。あるパートやアルバイトの方はシフトが減らされたけどその分の休業補償なんか全然もらえてない、こうおっしゃっていましたが、まさに自粛と補償はセット、この立場でしっかりと補償と支援をすることこそ都政と国政の役割ではないでしょうか。持続化給付金第2弾、これ国に求めていきたい、そして東京都としても生活支援金実現させていこうではございませんか。皆さん、私は今このオリンピック・パラリンピックの大会、これにしがみついている今の国と東京都の姿勢、本当に異様だなこう思っています。実は先日都議会本会議がありました。その席で小池知事はオリンピック・パラリンピックは観客を入れて開催する、それが基本方針だと言ったんです。都民の皆さんには外出するな、そして人流抑制が鍵なんだ、こういう一方でオリンピックとなったら途端に全国から人を集める、こんな矛盾したことをやっていたらコロナを本気で収束させることなどできないではありませんか。皆さん、やっぱり東京都は都民の皆さんの命を最優先に考えるべきではないでしょうか。昨日国立感染症の研究所がこの人流が抑えること、これできなかったらオリンピックの期間中に1日あたり1000人以上の感染者が出るだろう、そして
緊急事態宣言の再発令が行われる可能性がある、こういうふうに発表いたしました。東京都はオリンピック指定病院、これを行うと言っていますが、オリンピックの大会関係者の皆さんが万が一の時には優先的に入院させる、そういう指定病院、協力病院を29病院も指定すると言っています。その中にはコロナの最前線で頑張っている病院も入っています。北東病院も入っています。皆さん、これは本当に私は許すことができない。大会関係者の命と都民の命を天秤にかける、こんなことは絶対にやってはならないのではないでしょうか。やっぱり命を守り抜くというそのことを最優先に考えて、東京都がこの夏のオリンピック・パラリンピックは中止の決断をして IOC に物を言う、それこそ都民の命に責任を持つ東京都の仕事ではないでしょうか。私はそのためにも全力を挙げて奮闘してまいります。皆さん、実はこの江東区臨海地域の有明地域のお隣にあります青海、あの地域を有力候補地としてカジノの誘致を東京都は検討を進めていることをご存知でしょうか。実はこのカジノについては石原都政時代から検討そして調査が続いていましたけれども、しかし小池知事になってから一歩踏み込んで東京に誘致した場合にはどうなるか、そんな検討に入ってきています。そして国が今年の10月から来年の4月までの間に3つの自治体、カジノを誘致する自治体を決めるとしています。まさにこの夏が正念場です。カジノはギャンブル、ギャンブルで東京の経済を活性化させようなどということは絶対あってはなりません。ましてやマネーロンダリングの問題やギャンブル依存症の増加、そして治安の悪化など、何としてもこの江東区にカジノを誘致させるわけにはまいりません。皆さん、ご一緒に力を合わせてカジノ誘致をストップさせていこうではございませんか。この臨海地域は新しいマンションも増えました。そして出張所やまた都民の足がまだまだ足りません。図書館も有明地域にはございません。私は足りない保健所や図書館、こういった生活施設こそ充実すべきであって、また都民の貴重な都有地は子どもたちがのびのびと遊べるそういう公園にこそするべきだと考えます。何よりもこの地元の皆さんの声を聞いて都有地の活用を決めていくべきではないでしょうか。カジノの誘致よりもむしろ皆さんの暮らしを豊かにするための公共施設をご一緒に作ってまいりましょう。私は阿部川美也子、そのために全力で頑張り抜きます。私はこの間皆さんのお力で都議会に押し上げていただき、やっぱり都政は皆さんと一緒に動かすことができる、そのことを確信しています。先ほど畑野さんから保育園のお話もありましたが、私は都議になってやっぱり都有地などを活用して認可保育園を増やそうじゃないか、こういう提案も都議会で行ってきました。そういう中で当時の舛添知事が30ヘクタールの都有地を提供すると言って、それを契機にまさにこの8年で認可保育園は 1.7 倍に増やすことができたんです。そしてこの江東区では都有地活用だけでも7円685人分の認可保育園増やすことができました。これは本当に多くのお父さんお母さんたちと区民の皆さんと一緒に運動して勝ち取った成果です。私はこうした福祉や暮らしやジェンダー平等の取り組みなどもやっぱり皆さんと一緒に運動し、そして議会で論戦し要求を前に進めてまいりました。皆さんと一緒に都政を動かすこの力をどうかまた再び都議会でやらせてください。よろしくお願いいたします。
先ほどもご紹介いただきましたけれども、私は障害者の施設や保育園で働いて、重い障害を持った人たちや子どもたちから命の重み、生きることの素晴らしさを学んできました。私は今の政治に一番求められていることは、何よりも命を守り抜くんだという、その覚悟を持った政治だと思っています。そのために私は畔上美和子、全力で頑張り抜く、そのことを決意を申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。